こんにちは。いつも楽しみに見てます。シンさんの動画は夜中の撮影が多い気がしますが、睡眠時間など短いですか？あと、シンさんの人への思いやりに惚れます。これからもどんどんアップをお願いします。りょうとおるさん、ご質問ありがとうございます。睡眠時間は長い方ではないと思います。俺ね、寝てから4時間ぐらいするともう勝手に目が覚めちゃうんですよ。その後に昼寝を1時間ぐらいしたりする時もあるんですけど、基本的には4時間ぐらいで、すごい疲れてて長い時でも5時間半ぐらいで、6時間は寝ないっすね。なのでだいたい4時間から5時間ぐらいの間っていうのが俺の睡眠時間で、ちょっと短いっすかね。他の動画の質問でも、どんなサイクルで生活してるんですかっていうのがあったと思うんですけど、例えば11時ぐらいに寝ると本当に夜中の3時とかに起きちゃうんですよ。で、作業が遅くなって夜中の3時とかに寝たとしても、朝の7時か8時には全然起きてて、バンバン、そんな感じですよね。だから結構ショートスリーパーかもしれないですね。早死にスタイルっすねなんか寝るのがもったいなくて、例えば1日睡眠時間を1時間削るとするじゃないですか。そうすると1年間で365時間睡眠時間を削ることになると思うんですけども、365時間あれば寝ない状態で1週間以上ずっとフルで動き続けることができる。もし睡眠時間も入れれば、大体ですけど約1ヶ月ぐらい去年の自分よりも長く起きてることになるわけじゃないですか。そう、去年12ヶ月過ごした自分が、今年は1年間が13ヶ月になるんですよ。去年の自分の12ヶ月と比べたら。そう考えたら1日2日でできることはそんなにないですけど、2週間とか1ヶ月とかかけて何かをやったら何かできる気がしませんか？できることがあるような気がしませんか？はい、もしよかったら何かしら参考にしてみてください。よろしくお願いします。